私の弟の柳とコウジ、どうしたのそんなに慌てて。そんなに姉ちゃんが恋しかった。可愛いわね。違うよ、聞いて。お父さんが。お父さんが不倫。コウジがさ、ちょっと前に。父さん最近やけにスマホいじってるな。新しいゲームでもしてるんかな。父さん、なんか面白いゲーム。姉さん大好き。俺も大好き。なんだコウジ、驚くだろ。どうした急に。あ、大丈夫、やっぱなんでもない。俺も大好き。それ本当なの？あのお父さんが？信じられないんだけど。ボケー、お茶おいしい。俺もコウジから聞いたとき信じられなかったんだけど。でも姉ちゃん、俺本当に見たんだって。とにかく母さんにはなんだか言いづらくて。俺たちどうなっちゃうのかな。うん、分かった。ここは姉ちゃんに任せて。きっと大丈夫よ。女っ気なんてなさそうなんだけど。お店のお姉ちゃんとか。おお、空もう帰ってたのか。あ、お父さんただいま。元気にやってるか。うん。あ、そうだ、ちょっと待ってろ。これ少ないけどやるわ、頑張れよ。お小遣い？いいよ、私も社会人なんだから。親にとって子供ってのはいくつになっても子供なんだよ。ありがとう。やっぱり母さん、今日の夕飯なんだ。今日はお父さんが好きな餅カレーよ。おー、うまそうだな。子煩悩で優しい父がそんなことをするはずがない。夫婦仲だって悪くないのに。本当なんだって。俺だって信じたくなかったけど。私は父を少し調査することにした。後日、有給を取った私は仕事終わりの父を尾行。まっすぐ駅に向かって行ってるわね。やっぱり何かの間違いでしょう。そう思っていたのだが。お疲れ様です。お待たせ。どこに行こっか。何が食べたい。あれ、会社の人は待ち合わせ。なんでもいい。じゃあこの前行ったラーメン屋でも。いいよ。なんか慣れ慣れしいな。こら、クロハ、外ではダメだって言ってるだろ。ちょっとだけでしょ。もうしょうがないな。私は小学校中学校が一緒。美少女クロハは学生時代とにかくモテていた。かわいい。俺コクロハかな。私のこと。ちげえよ。でもほら、帰ろうぜ。待って、ツー、帰ろう帰ろう。私が当時付き合っていたテツに密かに思いを寄せていたようで。いた。ごめん、見えなかった。わさび行こう。ことあるごとに物を隠されたり悪口を言われたり嫌がらせをされた過去があった。そんな嘘でしょ、お父さん。気持ち悪い。よりによってなんでクロハなんかと。お母さんになんて言えばいいの。迷った挙句、私は意を決し母かすみにこのことを報告。パタンキュー。母さん、倒れた母をなんとか立ち上がらせ、母と一緒に父を問い詰めた結果。いや、魔が差して。すまんかすみ、空の同級生だって後から分かったんだよ。偶然同じ会社になったクロハと不倫をしていたことを白状。お父さん、一時の迷いだよね。もちろん終わりにするでしょ。もう終わりにする。許してくれ、すまん。お父さん、信じていいのね。かすみ、許してくれ。俺が悪かった。分かったわ、必ず縁を切ってね。もちろんです。とりあえずよかった。しかし、妊娠した。相手は既婚者、子供もいる。奥さんには別れてもらって一緒になる。クーロハ、お前の何をバカなこと言ってるんだ。お前はそんなドキュンに育てた覚えはないぞ。そうよ、絶対に反対だわ。いいか、俺たちはそんなこと絶対に認めないぞ。頭を冷やせ、分かったか。だって私たち愛し合ってるんだもん。私たち結ばれる運命なの。世界の誰が反対しようと絶対にゲンさんと一緒になってこの子を育てるんだから。はぁ、なんとクロハは父の子を妊娠。両親の大反対は逆にクロハを燃え上がらせ。ゲンさん、私ゲンさんが運命の人だって思ってる。なんで違う時代に生まれちゃったんだろう。クロハ、ゲンさん、やっぱりクロハと一緒になりたい。運命の人だから。パタンキュー。お母さん。それから父はほとんど家に帰ってこなくなり、母は体調を崩し寝込み、弟たちは暗くなり学校を休みがちになった。運命。お母さん、私お父さんのこと好きだったけど、もうあんなの父親と思えない。コウジや柳も同じ気持ちだよ。もう慰謝料取ってさっさと別れなよ。ソラちゃん、私の一言で踏ん切りがついたのか、母はクロハ兼双方に慰謝料を請求して離婚。慰謝料なんて払ってやるわよ、ケンさんが手に入るなら。ケンさんはたまたまかすみさんに出会う方が早かっただけよ。ソラ、あんたの悔しそうな顔が見れて何よりだわ。と最後の最後で捨てゼリフを別れた。そんなありえない離婚劇から10年後。ただいま。おかえり、ソラちゃん。予定より早かったわね。やあ、ソラちゃん。こんにちは、富士さん。うん、用事が思ったより早く終わってね。母は再婚。弟たちも無事独立していた。今晩久しぶりに泊まってってもいいかな。もちろんいいわよ。じゃあ私ご飯作るね。ソラちゃんの手料理が楽しみだな。離婚後、心身ともに弱っていた母も、富士さんと出会ってから嘘のように回復した。あ、そうそう、ソラちゃん。そういえば最近、車庫の置いておいたタイヤが盗まれてね。物騒だなと思って監視カメラつけたのよ。物騒だね。
タイヤってあのカバーかけて置いておいたやつでしょ。いろいろ気をつけてね。まあ今は富士山がいるから安心だけど。そんな夜ガッシャー。何の音。夢。お母さん物音聞いた。それとも夢。いや私たちは聞こえたの。多分下からだよ。まさか泥棒。もしかしたらね。富士山大丈夫だよ。富士山僕に任せて。ソラちゃんそこにいるのは誰だ。クロハ。久しぶりね、クロハさん。夜中に人んち入ってきて何の用かしら。どういうことか説明して。うるさいわね。別にいいじゃない。私がこの家にあるお金持ってっても別に罪にはならないからね。そもそもあんたたちが慰謝料ぶん取りすぎなんだから。はぁ、あ、ゲンさん仕事クビになって全然次の職が見つからないの。もう頼りなさすぎるただのジジイなのよ。子供も全然懐かないし。あんた自分の父親なんだから助けると思ってちょっとは援助するべきでしょ。それにうちの子だってあんたの可愛い妹なんだからね。そっか、いろいろ大変だったんだね。かわいそうに。ここでちょっと待っててね、クロハさん。富士さん何言ってんの。住居侵入罪で現行犯と。あ、私警察官なんですよ。見りゃわかるわよ。あ、わかります。着替えに結構時間取っちゃってお待たせしてすみませんでした。あ、あとタイヤも盗んだ。カメラ映ってたよ。カメラついてたの。嘘でしょ。あ、カメラは後からつけたんだった。やっぱりタイヤも君か。はめたわね。こうしてクロハは富士山に連行されていった。ゲンは再就職できず絶対絶命だとか。あんたさ、まだ就職決まんないの。なめてんの。はい、すみません。やっぱり富士山は頼りになりますね。私も富士山みたいな人と結婚したいな。私も早く相手見つけないと。トラウマが。あ、母さんの心の傷が。やつらのその後は知らん。モナリザのたわごと LINE スタンプ第2弾発売中。概要欄のリンクから確認してみてね。